このいわゆる、えー、安倍晋三解雇録ね、あのーえーと、読売新聞の誰だっけ、橋本五郎さんね、五郎さんが書いたあやつですね、えー、安倍氏が戦ってきた本当の敵、衝撃のためなら政権だとも辞さない安倍晋三元首相が財務省に不快感、生前のインタビューで構成解雇、えー、録、今日発売、安倍氏は消費税率10%の引き上げ延期や、 森友学園への国有化売却問題などをめぐり、財務省への信感をあらわにしていた、安倍政権批判を展開し、私を引きずり下ろそうと画策した、彼らは衝撃のためなら、政権を倒すことも辞さない、増税先送りの判断は必ず選挙とセットだった、そうでなければ倒されていたかもしれない、安倍氏は消費税増税を延期した際、 最強官庁財務省が抵抗したことをこう振り返った森友学園問題でも私の足を救うための財務省の策略の可能性がゼロではない財務省は当初から森友側との土地取引は深刻な問題だったと分かっていたはずだでも私のもとには土地取引の交渉記録など資料が届けられなかったなどと明かしていたとこれでねなんかすごい売れてる。 うえー、アマゾンではなんか売り切れになっちゃってるみたいなニュースもありましたが、この中でね、えー、私が直接関わったことと、ちょっとダブルんで、ちょっと先に話をさせてもらいたいんですけど、あの消費税率8%から10%に上げるときに、私とあと2人、まあ、まあ3人いたんですけど、3回、安倍さんと2時間ずつぐらいお会いして、もちろん飲みながらではあったけども、 あの10%に上げてはなりませんということを、かなりしつこくですね3人で安倍さんを説得にかかったことがありまして、そのうち全2回については、安倍さんもいろいろご努力されて、消費税率10%上げることは見送りになったんですよ。で、3回目に会った時には、いきなり安倍さんから、もうダメだったよっ とといいうことをいきなり結論をやったんですね細かいことはあんまりおっしゃらなかったけど、ちょっと詳しくごめんなさい、正確な言い方、なんだったかちょっと覚えてないんだけど、少なくとも僕が受け取ったニュアンスでは、財務省から脅されたという趣旨のことをおっしゃってました、明らかに。つまり、それでもう結局、ダメだったんだよと、10%了承せざるを得なかったんだよというご説明を聞いた記憶はありますよ。 だから、その橋本五郎さんのインタビューの中に、そういう同じような場面が出てくるのは、おそらくわれわれが3人で説得したそれ、それの、どうまあ、ちょっとダブル時期だったんだろうなというふうに思いますけどね、まあ、そういう意味では、安倍さんは本当に財務省という敵とですね、まあ、正面から戦って、へ、え、だ、ー、すら途中で潰されそうになってたっていう、その現実というか、事実は、 これ、かなり明らかになったんじゃないでしょうかね。山口さんはどういうふうに読みましたどうですか、これは。私はね、ちょっと宣伝になったやつかの総理っていう本の中で。ああ、ありました、ありました。はいはいうん、その8%から、まあ、8%から10%に上げるときに、うん、私も、まあ、はっきり言っては相当安倍さんとやり取りをしたんですね。うんうん、そのうちの一部についてね、えー、こ,のこの本の中で、安倍さんの証言、 何を言ったかを含めて書いてるんですよ、まだ書いてないこともいくつかあるんですけどね、うん、で8%から10%に上げる議論をしている時のまあ財務省の手段を選ばない攻撃、上げなかったらただじゃおかないという脅迫、うんはい、これはねもう尋常ならざるものがありました。うん 例えばね、IMF という、ねうん、国際通貨基金に、まあ、財務省の理事が言ってますね。で、IMF に、消費税率が低すぎるという報告書を書かせるわけです。ですね、とか、自分で書いて、ラガルドっていうね、当時の専務理事でトップに記者会見で言わせる、うん、こう外圧を使ってみたり、もうね、えー、経団連を使ってみたり。 ありとあらゆることをしていました、ね。はいうん、これについて、まあ、例えばいつ、まあ、オーストラリアに一緒にね外遊の時に同行で行った時なんかには、うん、部屋で飲んだんだけど、安倍さんの部屋で差しでね。うん、そしたら、一回、うん、下に麻生さんがいるわけですよ。G7 だから。財務大臣会合もあるから。そしたらね、僕は最初、は最初ね、 麻生さんと飲んでたら、安倍さんが電話があったんで、1回上に上がったんですよ。それで、また終わって、はっきり言って安倍さんから麻生さんにこれ伝えてくれっていうメッセージを託されて、ああまた下の麻生さんのフロアに戻ったら、はい、そこに財務省の役人が行列してるんですね、外で待ってるの。でね、えー、その時には、安倍さんが消費税、 の10引き上げについて、えー、その外遊後、日本で演説する予定だったんですね、そこに何を盛り込ませるかっていうのは、財務省としては、一番大事な、まあ、勝負どこだったんですよ、それで、えー、安倍さんと麻生さんの関係で、麻生さんにこれを言ってくれっていうことを押し込もうとしてたわけですね。ななるほどなるほほどど、うん、だからう、ねまあ、とこの開口録より よりはっていうとね、あれですけど、うん、私は相当程度、その時の安倍さんの心情を知ってて、うん、安倍さんはね、よく言ってたのは、財務省っていうのはね、どんな総理であれ、消費税を上げさすことができると、高をくくってるんだよって言ってました、はいうん、で言うことを聞かなかったら、引きずり下ろすことも自分たちはできると、うん、確信してるんだよねと、抱きすべき存在として言ってましたね、うん、当時ね。うん うん、だから、流れとしてはもう、合ってますよ、だってこれ、北村さんが監修してて、うん、で小山博宏っていう人がね、聞き手って書いてあるけど、これ、小山博宏っていうのは、読売新聞の安倍版の記者なんですよ、僕はずっと一緒だったから、それほど安倍さんに近かったわけではないけれども、読売新聞としての意向みたいのは、小山記者がね、安倍さんに直接電話したりしてやってましたよ。ですから まずこの回顧録は全体として、安倍さんの意向の本心部分を外してるはずはないのでね、岡、うん、村小山ですから、うん、だから、まあ、僕はまだ読んでないんだけど、まあ、大体僕はここら辺の経緯は自分ではい、はい、取材して知ってるけど、まあ、大体は当たってるんでしょうね、おそらくね。正直言う、ものすごい正直言うとさ、僕は橋本五郎さんってバンキシャの時から一緒だから、よく知ってるんだけど。 はっきり言ってそんなに深くは知らない、特に安倍さんとそんなに親しいわけでもないし、インタビューはインタビューなんですよ。じゃあ、本当はもっとそれから踏み込んで、もっと一本も二本もあの詳しいことをき聞き出そうとしたかというと、そんなことはないんですよ。だから安倍さんがちゃんと覚悟して、自分がはっきり言うそうおっしゃってるから、まあ。 読んでってさらっと読んでても面白い。で、一般の人は普通そんなこと全然知らないわけだから。おあ、うん、そんなことあったのかって驚く人いっぱいいますけど、記者として見た場合ね、うん、まあ、はっきり言ってそれほど大したことではないんですよ。だから繰り返すけど、ただ一般の人を読むと、あ、そんなすごいことのあったんだなという意味でね、まあ、うん 読みやすくて、こんだけベストセラーになってんだろうなとは思いますけどね、そこは。だあなたがもう一回書いたらどうなのよ、ね、そうだとしたら。そうするとやめやか、いや、一部ね、そういう声をかけてくださってる出版社もあるんですけど、うん、僕はその、暗殺の真相がね、もうかうか明確にクリアになってない段階で。あそうかそうか まだね、お弔いが心の中で終わってないんですよ、私は、うん。だからその、まあ、別にお断りしてるわけじゃないですね、いずれは、うん、あの私が知ってることを、ね、皆さんにお伝えしなきゃいけないし、それは多分本を書くという形になるんだと思うんですけど、うん、もう私はまだ心の整理がついてないです。ただね、あの安倍さんのきちんと取材をした、あるいはずっと安倍さんに支えた北村さんがこの回顧録はね、これ、 こんな表紙なんですけど、ここのサブタイトルがね、はい、孤独、決断、安東と書いてるじゃないですか。これ、僕、総理っていう本の次に安東とて本書いてるんだけど、あそうでしたね、うんうん、これはね、これもまあ半分宣伝で申し訳ないんだけど、安倍さんの総理大臣としての戦いっていうのはね、やっぱりどうしてもこれ安東っていう単語は、うんあの、受けて、記者としてはね、 安っていうのは目に見えない大きな敵と戦い続けた人なんですよ、安倍さんの人は。これがね、この回顧録のサブタイトルにも入ってるっていうところはね、さすが北村さんが監修してるだけのなんかなん。そういう意味では、安倍さんがじゃあ、何と戦ってたのか、例えば消費税については当然、財務省ですよね、ただね、そんな生優しいものじゃないんですよ、安倍さんが戦ってたものはね。 はい、でそれが僕は暗殺の真相とも関わってくるのかもしれないと思ってるんです、はい、ですから、なんていうかな、あのその意味ではね、その記録としてはね、私もこうやって一生懸命本2冊書き,書きましたけど、この回顧録だって、えー、間違いがあったら私は指摘できるけど、おそらくインタビューして、橋本さん、小山さん、北村さんがあ自分の名前を出して本を書いてるんであれば、読む価値はあるんだろうなと、類推してますけどね。 いや安倍さんがちょろっと言ったけど、安倍さんが暗殺された真相とつながりかもあるかもしれない云々はね、えー、まさに俺の,ここ,ものどここまで来てて、俺も言えない、言わずに今、いたんだけど、われわれの感覚で言うと、これが全く無関係であるはずはないっていう、どっかになんか確信がありますよね。うん、じゃあ、証拠出せてやると、証拠はない、まだ、わからない。 真犯人だってもちろん分かりませんよ、だけどね、うん、これがね、が単独でねああ、ああいう人間が撃って、なんとかと、そんなことを誰が信じるのかというね、安倍さんがだ誰と戦い、ど,どれだけ、えー、孤独の戦いを強いられていた、それがまさに安党だということであれば、その延長線上にああいうことが起きればですよ。 何がしかの関係者がどうしたって出てくるんだろうというふうにまあ推測以上はもう言いようがないんですけど普通そう思いますよ記者ならば僕はあなたが感じてるような感じ私もそう思ってます実はただ言えない言うと陰謀論ってもうそう攻撃されるのもう分かりきってるからねこれはね。うん まあ、あの真相を究めてみて、私は、ね、その奈良県警、はい、奈良地検の、うん、いわゆる見立てっていうかな、そのこれからの裁判での主張の矛盾点を指摘することに特化するつもりなんですけれども、はいはい、他方、ね、記者として、あるいは安倍さんが何と戦ってきたかを、うん、まあかなり間近で見てきた人間としては、うん、もっと今、加藤さんがおっしゃったような、引いた目でね、なぜ安倍晋三という油の乗り切った政治家が、 去年の7月8日になければならなかったのかという歴史の局面としての暗殺事件という見方も当然、私たちはしていかなきゃいけないわけでこれは陰謀論とかいうやつを勝手に言ってればいいだけでねえそれはあの決してその逃げちゃいけない論点ですよね僕はそのもう一つその自分なりの感想で言わせてもらうと 安倍さんは私は3度目の登板はあるんだと、かなり確信に近いものを持っていました。で、その証拠はいろんなところから出ていますけど、それを今言っ,た言ったってしょうがないから言いませんけども、しかしそれを是トしない人たちが必ずいたということも、我々はね、よく知ってなきゃいけないと思うんですよ。あの事件がいかにも偶発性みたいな、ただ一人の 跳ね上がりがやったことだなどというんで片付けるようなそんなもんじゃない絶対ないですよ、ここは。それはあの特に山口さんも一生懸命やってくれてるし他の方々もやってる人もいるけどもだどんな妨害を受けてもそこの一点は忘れずに、うん、もうそれこそ死ぬまで追っかけていかなきゃいけない私はもう重大な責務が我々にはね課せられているというような気がします、本当に。はい うん、お,そおそらく山口さんも同じようなことを考えてるんじゃないですか、どうですか、これはもうなんていうかな、うん、私の場合はね、もういろいろ安倍さんとの個人的な関係、うん、あるいは職業記者として、取材対象としての付き合い方、うん、それから、まあ、安倍さんが総理大臣として何と戦ったのか、第一次政権、うん、第二次政権、うん、それをトータルで見ると、まあ、一番よく見てきた人間のうちの一人ですからね。うんうん もうこのいわゆる安倍さんがなぜしていればならなかったのか、うん、ということから、うん、私は記者として逃げるって選択肢はないのでね。ですよね。 はい、じゃああの今の話は次のメンバーシップでしゃべってくれという、入ってるから、まあ、これくらいでやめますけどねあと、あと数分しかないけど、この前やりましたけど、その新井さんと一緒感がねあんな、あんなことでっていうか、個人的な感想でああのいきなり翌日に首を切るのかという、岸田さんにしてはえらやくあの迅速かかんだったということも驚くけど、 その返す刀でね、LGBT 法案について検討せよということを命じましたって、それはどういうことだよって、何言ってんだこ、のこの男はっていうに、かなり最近なんかで一番私は怒ってるのはここなんですけど、どういうことなんだっていうんですよね、話は全然別の話じゃないですか、だってこれは。そもそも、いや、秘書官だから守るふりすらしなかったでしょ、だって。 一言もあの岸田総理の口からあそ荒井秘書官を弁護するような言うことを何もなしにいきなり切った上での話だからね、私は、ね、これ、とんでもない話だというふうに思ってますが、山口さんに、ね、改めて聞きますけど、どううなんでしょうか僕は、ね、この LGBT 改造新法を今国会でやれという指示を出した岸田文雄という人を心の底から軽蔑してるんです。うんうん、何でかとというと 岸田さんはね、えーその、選挙の党首討論の時に、はい、そに、これ、日本記者クラブの記者会見だ、はい、格闘党首が並んであ並んでやつね、うん、LGBT の質問だったか、同性婚だったか忘れたけれども、他のまの、あ、野党党首が公明党を含めて全員賛成と言ったんだけど、 岸田さんだけはその時手を挙げなかったんですよ。はいはい、そうでした。うん、これはなんでかっていうとね、安倍さんがご存命だったからなんです。なるほど。うん。うんで。そのことについて質問された時には、これは国民の中でいろんな意見があるからうんぬんと言ったんですよ。はい。ところが、安倍さんが亡くなったら、うん。要するに、もしあの時に安倍さんがすでにお亡くなりになったら、岸田は実は手を挙げてたかもしれないってことなんです。なるほど。うん。 うん、安倍さんという、まあ、日本の国柄とかね、日本の伝統文化を守ろうという人がいたから、うん、保守のふりをしていたけど、要するに、騎手だという人間には、そういう文化とか歴史とか、うん、何から何を守らなきゃいけないのかとかいう経験、うん、がないということなんですよ、ね。うん、もし本当に LGBT 理解する信法が必要だと思っていたんだったら。 例えば総裁選の時とかね、党首討論の時に、そう言ってればいいじゃないですか、安倍さんが何と言おうと。安倍さんがいるから、じゃあ、安倍さんはあの同性婚も反対だしね、LGBT 理解増進法の問題点も非常に詳しくて、面倒くさいから、やらないふりをしてただけなんですよ、岸田君そういうことですよね。人間としてね、ここまで、うん、なんていうかな、うん、尊敬できない人ってそういないですよ。